はい、お疲れ様です。これ出た、足場のやつ。そうですね、最近またちょいちょい出始めてるんで。最近また綺麗になったね。あ、ありがとうございます。最近ちゃんと、本当ですか、痩せた。前から結構痩せててキープできてる感じです、ね、なんか最近シュッとしたね。実は岡本ちゃんってさ、この間俺ね一緒に服買いに行って、はい、で飯食いに行った時もあったよな、はい、結構ちょくちょく本当に岡本ちゃんそうです、4回ぐらい出てますかね、はい、うん、でちょこちょこやっぱ現場で見てると、はい、マジであのモデルお前のこと気があるんじゃない説だよな。まあそんなことないと思うんですけど、服の時もなんかいきなりなんかまあ、キスはしてないまでも。そうですね。あれいきなりびっくりしたよな。ドキッとしたと思う。いやでも耳舐めてました。耳舐めてちょっとクサって言われました。クサで、まあ今日の企画はもう本当にぶっちゃけ、はい、まあみっちも女もおらんし、はい、まあ彼女もできていい。おらかもこちゃんだったらあんな綺麗な子でね。前回も告白したっすけど、あの、告白したっけ、名義で告白は結局しない。告白はいかなかったんですけど、でもなんかこうやってなんかキスしたみたいなのあそこ、しかし僕どうですかみたいな。あそこで俺3回ぐらい見たもん。20秒ぐらい戻してたもん。ずっと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 ピーパーピーパ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 ーって、あ、行くーってなるんだ俺。ピーちゃんごめんね、こんな社長でごめんなさい。先にさってこれよく行くね。あんなことやっていいの社長と。ピーパーパーはまずいでしょって言って、もう本当にもう今日はもう本当にもうもうガチンコ、はい、マジで携帯黒く。僕ですか、うん、あ、全然ですよ。 LINE で、はい、まあ、その代わりですよ、その代わりですよ、うんうん、僕付き合ったら動画に信じてくださいよ。で付き合ったら俺ピーパラッパ行くわ。ピーパラッパッパッパラッ、はい、いいのか、いいですか。え、落とせる自信ありますか。僕最近落とせる自信でしかないです。いきなり返事がないっていうパターンで、 LINE 何回かやってるだろう。何回かやってます、うん、あ、マジですか。まあ、結構絡んどるやん、ちょこちょこ。いやでも、いや違うです、仕事なんでなんか、ありがとうございましたみたいな、 ありがとうございました、ありがとうございますみたいな感じですね。結構やっとるね、お前こいつ。何こそ、企画選んでもやっとるやん。違う延長線上で、今日も寒かったですねつって、延長でその会話して続くんですか、はい、いやもう続かないですよ、僕はもう絶対ぶっちぎりです。お疲れしかやからでいいんじゃない。まあ、お疲れ様です。まあ、お前のリズムいいよ、こんだけ LINE やってたらもうリズムあるでしょ。うん、確かにそうですね。まあ普通ですよ、至って至って普通ですよ。あ、返事こんか。返事全然こんすね。既読もつかないですか。だって7時半なんかもう夜でしょ。まあそうですよ、仕事は暇だね。そうですよね、夜はないって言ってたのよ、ほとんど。あ、既読ついた。あ、既読つきました。来ましたよ。え、ミッチーさんお久しぶりです。めっちゃ絵文字ついてます。これ結構いい感じ、はい、好きってことですよ。脈ありっぽい、はい、じゃあ僕送りますよ、普通に、うん、はい、何送るんですか。本当に久しぶりですね。ぶりですね。いつぶりぐらいですか、LINE するの。2日ぶりぐらいですかね。お久しぶりに言うことあるじゃん。そうそうそうっすよ。お元気ですか。もうまあまあ、ジャブ打ちまくってますからね。もうなんかまあまあ、まあ、最初の感じはまあまあいいんじゃないですか。普通な感じですよね。あ、来たっすね。お、え、なんか怖い、笑、めっちゃ元気ですよ。なんか怖い、え、僕の顔ですか。警戒してんじゃん。警戒してんですかね。元気でよかったです。怖いかなこれ。元気でよかったです。元気でよかったです。だからちょこちょこ LINE やってる時に感触ないの。そういう、もうジャブったことないの、マジで。大体僕もこのスタンプ、こういうスタンプしか使わないですよ。何のスタンプですか。鬼滅のスタンプ。うわ、こいつ鬼滅のスタンプが持ってる。キモやばいやばいや。よもやよもやだ。よもやよもやだ。やばい。鬼滅見たんですか。それぐらいですね。そう、まさかのリリーちゃん持ってたりして。私も持ってるわ、鬼滅。よもやよもやだって。別のアニメのなら持ってます。そう、塗り替え道場のスタンプあるもんね。あ、ありますね、うん、塗り替え道場のスタンプもぜひ皆さんね。そうですね。こういう時に使えるよ。音楽時に。鬼滅見たんですか、はてな。見ましたよ、見ました。女がキュッとするところはまだ全部見てなくて、昨日アンジョイのコロナにこもって漫画5巻まで読みました。漫画ちょっとわかんないです。漫画5巻がどんなのか。漫画の鬼滅、アンジョイ、アンジョイ、あそこ地元があっちの方で言ってました。ちょうど好きって送れよ、もう。はい、早く飯食いに行きたいで。はい、好きって送れよ。これでいいですか。いきなり行きます。いきなり。ダメだ。ちゃんと口説けてよ、お前。いや、落ちるかな、どうなんだろう。いや、あんまり、いきなり入れんほうがいい。それか、丸くどいよりもバーンって行ったほうがいいのか。まあ、いいんじゃない、ちょっと鬼滅
の話とかまあ出たんで、ちょっとその辺で軽くいきなりギュインってなっちゃう感じ。ああ、もうちょっとあれやとか、そっちも、ね、そっち方、誰がキャラ誰が好きですかとかいいんじゃないですか。ああそう、あなるほどね、はい、それで性格もわかるしね。そうですね、キャラ誰が好きですか。わかるよ、大体ね。まあ五感ってどこら辺ですかってなんか絶対絶対リュウジに。でもいいんですか、五感ってどこら辺って聞くの。絶対リュウジにドラゴンボール誰が好きって言ったらベジータって言われます。いや僕知ってます、ドドリアンって言うんですよ。ドドリアンって言われます。キャラ誰が好きですか。そうなんですね、キャラって誰が好きですか。返信来ない。あ、既読がついてますね。既読がついてますね。あ、来た。今はやっぱねずこちゃんですかね。あー、ねずこね。ねずこ最初の方、俺見たらねずこもデラ強くなってくるでしょ。強いですね。葉っぱがなんかついたらなんかデラ強くなるでしょ。え、ねずこはもうすごいですね、強くなります。まあちょっともう全然俺もこちゃんそっちのけだ。今はやっぱねずこちゃんですかね。てかどうしたんですか、いきなりめっちゃビビりました。いや感じてる。ちょっといきますね。僕と一緒ですね。僕もねずこちゃんファンなんですよ。はい。いや、なんか久しぶりに LINE してみたいなと思ってですね。あ、いいんじゃないですか。いい感じです。いいと思います。それでどう来るかですね。うん、あー、これでも答えが分かるみたいな。で、これでもなんかちょっとドン引きみたいな感じだったら、もう告っちゃっていいんじゃないですか。いや、そしたら僕、逆に逆にドン引きなら告ってる。だってそこでどんだけ落としたところで、うぜえって思うだけだから、もうそれを伝えて、もうどうせ振られるんだったら伝えた方が良くないですか。あ、そういうことね。なんか変に引っ張って、はい。はい、変に引っ張られる。いや、ちょっと僕そこでオーディエンス使いますか。いや、ちょっと嬉しいです、ちょっと嬉しいです。はい、はい、あ、ちょっと嬉しいです。へぇ、もうちょっと、わからんな。もうちょっとなんか、ジャブっててもいいかもしれないですね。よろしいですか。それ、際どいやつは送ったことないんだ。はい。二人でご飯食べに行こうよ。ああ。まあ、そうですね。送ったことないですね。もうすでに断られたじゃん。こういうみたいな。最近はやっとお仕事戻ってきた感じです。ミッチーさんどうですか。あ、本当ですか、よかったですね。もう好きって送れよ、はよ。はい。好きって送れよね。もう飯食いてよ。視聴者の皆さん10分ぐらいでね、これ楽しくしまえるけど、これもう1時間なっとるでしょ。そこでもう切り札出したらいいんじゃないですか。その時間あるからランチ行こうよって。これでもわらつけたら何でも冗談になりますから。はい。でも、笑ってだいぶ危険ですよ、私、笑っちゃったけど。だって、はい、もし岡本ちゃんが本気やったらですよ、はい、なんか、はい、私にご飯誘うこと、笑なのみたいな、はい、で、しかもめちゃくちゃ保険って丸分かりですよ、その、もし断られても、冗談って流せる保険だって丸分かりですよ、正直、笑って、はい、危険ですよ、だいぶ笑って。いや、そしたらメッセージ削除するんで。もう見られちゃう。保険を一回削除するんで。もう見られちゃいましたね。毎日仕事暇とか言ったら絶対社長さんに怒られますよ。うん、www です。うん、これ腐って言うんだろ。そうそうそう。俺最近勉強中だね。お前結構考え、じゃあこいつ本当ガチで言っとんな。ガチですね。お前まずガチガチガチですよ。ガチンコっすよ。いや本当にちょっと落ちるってことだよ。はい。で見てください、普通に奇遇ですねって言葉使っちゃいました。偶然必然奇遇って。それです。三連単。願い事が。これ三連単。三つ並べたら。これ三つ並べたらもう願い事。こんなこと違う。奇遇ですね。僕も平日よく空いてるんですよ。ですよ。よかったらランチなんてどうですか。しゃ、送ったった。じゃあこれ送っときますか。今晩どう。いや、やばい、それはやばい。あ、今晩どう。消せんの消せる。あ、もう見られた、もう見られたです、見られた。終わった。間違えたって言って送れない。間違えました。やろう。お前聞こえとるの。はい、聞こえとるの。向こうにも音出る。音出ます。声のとかっすね。頑張ってね。そんな顔言ったと思ってんですか。何お前、何をことあ、間違えた。頑張ってね。お前誰に送ったの。すいません、間違えました。確かにこれ誰に送ってんですか。はい、誰に送ったの。いや、友達同士遊んでます。友達同士遊んでます。友達じゃない、男。おお、塗り替え道場。塗り替え道場さん見た。え、何えって。うまいね、使い方うまいね。うまいっすね。スタンプにキモさを感じるので無理です。あ、間違えました。あ、何ご飯誘ったの。はい、ご飯振られた。あ、
振られたよ。はい、いや違いますよね。振られましたよ。いや、そういうわけじゃないです。多分あの今晩どうで多分やられたんですよ。今晩どう買っちゃいました。そしてランチ行きます。おっ、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 マジですか、マジですか。既読するか聞いたんですかね、このじらしらじらしらでじらしらで聞いたんですかね。いけるんちゃう。え、買っちゃいました。え、これでちょっと日にちの日にち合わせて。ありがとうございます。2人で。そしてランチ、あ、マジっすか、マジっすか。いけるいいじゃん、嬉しいです。ケンちゃんどう、ランチ普通行く。まあランチでもそんな嫌な人とは行きたくないんで、誘われたことはまあ脈はあると思う。なるね。おかまこたえ名前だ。いや、まこですか。まこがって言うね。まこって言うね。それちょっと、まこちゃんって言うじゃん。まこ何だ。まこちゃんとランチ行けるなんて。ちなみに、いつ頃空いておられますでしょうか。なんでそんな。空いておられますでしょうか。てか年下だからもうちょっとフランクでいいんじゃないですか。あ、そうだね。うーんってきた。うーんってきたんで。考えてるっていうか探してるんですかね。サンプル。来月の25日。来月の25日。え、クリスマス？きっと君はこんな意味で。え、クリスマス？が空いてるって。来月25日です。ですよ。そうでしょ。しかもハート数一番真っ赤っかのハート数。え、ちょっと待ってくださいよ。え、誰ですか。よくやります。え、クリスマスです。ハテナ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 。それいける。大丈夫なんですか。聞いていいんじゃないですか。聞いてみて。逆にプレゼント欲しいでしょ。ああ。そういうことですか。なんか欲しいとか。パパ活みたいにされてる。さすがにね。パパ活みたいな感じ。見るじゃん、口から言うとなんかゾクッとするわ俺。そうですよね。どうなの。その日 OK ってことはいけんちゃうか。ミッチーさん、ええ、え、何これ、何これ、え、何これ、どういうこと、気持ち悪い。やばいよ。冗談です。どう、なんか、いや、もう打てて、もう飯食いったら終わりだよ。もう俺の企画時間もう取れたか十分。でも本当にランチ行けたらいいですね。冗談ですよね。そうですよね。私はもう終わりって言えば、ああ、もしよければ渡したいと思います。確かに、もう結構ストレートに行っちゃってもいいかもしれない。行くならどこ行きますか。ここはでもね、行くならどこ行きますか。行くならどこ行きますか。でも本当にランチ行きたいですね。全然行きますよ。行くならどこ行きますか。フレンチ、おしゃれ。昼から、はい、昼から、はい。かっこいいけんです。何何、フレンチかなって決めてた。まああと2、3通ぐらいしてちょっと告白しますわ。あー、そう、来た来た来た。おー、何ですか。めっちゃチョイスおしゃれですね。うん、ありがとうございます。これいいですか、ね、そうですか。おかまごちゃんと行くならフレンチかな的な、びっくりはてなわら。びっくりはてな、わらダメですよ。わらダメなんだ。わらは私もダメなんだ。なんかもう、そうだよ、保険じゃないですか。振られても冗談だって言える。あー、そうです、保険に見えるから、それは女子は分かっちゃうんで。びっくりマークで終わった方がいいんだ。じゃ、びっくりマーク、びっくりはてなわら。そこに振られたらリリちゃんのせいだね。まあ、そうですね。敵なもいらんないですよ。フレンチかな、びっくりでいいと思う。あー、そうだよ。それ敵なはちょっとダサいね。まあ、俺も敵なとわらはちょっとダサい。ダメだと思います。こんなこと言ったら、さすがに企画じゃねって思われて、思われるかもしれない。企画ってバレてるかもしれない。バレてるかもしれない。そういう風になんか恥ずかしがってるから。俺らだとやかれるよね。おかりました。過去の存在になってますかね。うん、すごい。お、それいい。ちょっと調整してくるわ。しかし、皆さん。さよなら。え、私と二人で行くと社長さんに怒られたりしませんか。おぉ。ウィーウィー。いや、でもこれちょっと脈なしかもしれないです、ね、え、そうですか。で、脈があったら、え、行きますって言うじゃないですか。はい。ちょっ と先延ばしにしてるっていうか、その返答するの。え、ただただ心配してるだけじゃないです。そうで、心配って言っても別に人の恋愛にそんな、いや、心配もクソもなくないって私は思うんですけど。個人的なあれじゃないですか、その個人的な事情じゃないですか、恋愛なんて。全然怒られませんよ、安心してください。履いてますよ、履いてます。
それはいらん、絶対いらないですよ。そういう小ボケを挟んでいくんですね。そう、こういう小ボケも挟んでいくんだよね。ほら、ちょうど見えるやん。あ、来た来た来た。くさ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 、やばい、くさ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 、これ終わりましたよ。くさ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 、これ終わったんですよ。くさは終わりましたよ、これ終わった気がします。ほら、脱がせますよ。ウィー、結構入色ですね、岡本さん。楽しそうだからランチ行こうと思ったんです。待って、なんか楽しそうだからランチ行こうと思ったんですけどって。どう、まだ続いてる、続く来る感じですかね。あ、トップが完全にキャバクラじゃないですか。あ、そうなんですか、キャバクラなんですか。確かに。確かに、そうだ、これな、そうそうそう、まあ、ん？って分からんだろ、これだけじゃ。あ、そうなんですよ、先輩の誕生日会で、ほんと好きでもない女と喋るほど普通なことはないです。まあでも、おこもこちゃんに対してやったらまあいいんじゃないですか。そう、一応本気の手でやってるし、ね、とはないですよ。ちなみにいつ行きますか。昔は結構行ってたんですよ。結構はないですけど、まあ普通にあのたまにそういうことも。いやいや、あ、先輩とかに誘われると断りにくいですよね。あ、もう予定分かり次第 LINE しますね。うわ、振られた、ちょっと電話しようか。そう、電話します、電話します。まあ、とりあえず電話しますわ。お電話できますか。ああ、ちなみに今、お電話できますか。起きた。はい、え、ちょっと待ってくださいね。準備してるじゃないですか。分かりました、多分準備してますね。寒い、寒くない？あ、早っ、すぐ寒くなった。寒い。もしもし、あ、もしもし、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりです。あ、すいません、間違えました、テレビ電話にしちゃいました。すいません、すいません、テレビ電話にしちゃいました。え、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もうトイレ、トイレできていいや。はい、トイレですか。あ、お久しぶりです、お久しぶりです、お久しぶりです。はい。あ、そうなんです。めっちゃ近くのホテルのトイレのとこ。あ、すぐ、あ、仕事帰りですか。そうです、そうです。お疲れ様です、お疲れ様です。どうしたいや、久しぶりにちょっとなんか声聞きたいなと思いまして。はい、ちょ、怖い。はい、いや、全然怖くないですよ。怖い。はい、いや、カメラオフになりました、オフになりました。え、ランチとかどうですか。ランチ、はい、はい、2人です。2人、僕2人で行きたいなと思って。ちょっと待って、ちょっと背景がさ、はい、ちょっと待って、背景する。はい、いや、今、あ、でも、え、どうすか、ランチ。僕めっちゃ行きたいんですけど、2人で。じゃあリリちゃんとか、リリちゃんも誘う。いや、でもリリちゃんなんか忙しいんですよ、最近めちゃくちゃ。一緒に行きたい。リリちゃん、一緒に行きたいよ。社長最近あの営業戻ってめっちゃ今忙しくて、なんか結構見積もりがあってなんか動けない状態ですか。で、まあ、はい、で、まあ、ぜひ、まあ、その中でも、まあ、2人で行けたらな。まあ、僕でも岡本ちゃんと2人で行きたいですよ。いろいろなんか2人で話したいことがあるんで。これ絶対ロッキー、絶対ロッキーだもん。いや、違います、じゃあ本当違います。はい、いや、全然ドッキリじゃないです。いや、僕でもほんで、岡本ちゃんのこと好きなんですよ。バレた。いや、ほんと好きなんですよ。絶対なんか騙されてる感じ。いや、全然騙してないです。明日ですか。明日行きます。はい。どうしました。いや、はい、見間違いかもしれない。
け結構幽霊ですよ、この会社。幽霊がおるかもしれないですね。幽霊がおるかもしれないです。はい。いや、結構幽霊出るんですよ、黄色いヘルメットかぶった。じゃあこれ、ま、これマジです、実は。幽霊出るんですか。結構幽霊出るんで。じゃあ見える人は当たり見えるって言うんですよね、結構。なんか、本当に。幽霊なんか、ちょっと。なんか、見えます。幽霊とか、もしかして。はい。ハゲ隠しとる幽霊は知らないですね。黄色いヘルメットの幽霊は知ってますけど。ハゲ隠しとるわけじゃねえよ、この野郎。大丈夫だったよ、おもちゃ。お疲れっす。ちょっとさ、はい、ちょっとドキドキしながら編集してたんですよ。いや、僕ずっとドキドキしてましたからね。ちょっと、どうだった？ちょっと、ミッチーが告白したけど、どうだった？ちょっとなんか、何してる感じ、なんかもしかしたら本当に2人でご飯、ないよ。なんか前本当にありみたいな感じだったよ。みっちー本当にもう今日絶対にこあの付き合うつもりであるよ。はい。あ、まだ。いや、ちょっとみっちーにレクチャーしてた。ずっと教えてくれるって。はい、そうよ。レイちゃんがおればなんとか落とせる。ラインの仕方をレクチャーしてて。レクチャーしてもらってて。落ちんかったね。はい。はい。じゃあちょっとあの岡本ちゃん最後のあのさカメラに向かってさ、はい、あのいつものやつやってよ。もうドアップでもいいよ。どこにおんのそれ、なんか外におんの。こっちもいるっす。外におんの、いける。ちょっと待って、めっちゃ犬に引き寄るけど。いくよ。はい。3、2、1、9。皆さんおはようございます。私は今回。プロだな。プロだー、さすがです。じゃあ皆さんチャンネル登録といいねよろしくお願いします。一緒にバイバイしてねー、はい、また見てねー、また見てねー、バイバーイ。絶対許さんかんな、怒ったかんな。